あれ固まっちゃった。なんで？あ、動いた。あれめっちゃカクカク。なんで？やばい。あ、できてる？すんごいカクカクなってびっくりしちゃったな。こんばんは。え、待って、マジ怖い。って聞いた。クジーラさんハートありがとうございます。青森のあきらさんフックありがとうございます。クジーラさんハートありがとうございます。こんばんは。メールダメなんだよな、もう今。クジーラさんハートありがとうございます。ヤッホー、こんばんは。こんばんは。ごそば。小倉さんだるまありがとうございます。ぬこさんハートありがとうございます。 AKB カフェのサイン会って何？選抜だけじゃない？ぬこさんハートありがとうございます。パジャマかわいい。これなんかプリュ、いやなんかプリュ出てた時に韓国のファンの人からもらったやつ、ずっと着てるこれ3、4年くらい。福岡はエミハーちゃん、あれじゃない？なんか最近聞いたとかのロケついでとかなんじゃない？違うのかな。私出ないと思う。出たいけど。はっちゃんハートありがとうございます。くまさん星ありがとうございます。はっちゃんハートありがとうございます。しょうしさんハートありがとうございます。ぬこさんハートありがとうございます。いや寝る準備じゃないですよ。家に帰ってきてとりあえずあの部屋着兼パジャマに着替えただけ。まだだって化粧してるしね、今日お風呂まだ入ってないから寝る準備はしてないっす。まさまささんハートありがとうございます。メールがね最近ちょっとゴミで遅れてなくてね、ずっとなかなか、だから今日は悔しいのでショールームをしてます。大吉さんハートありがとうございます。タさん小判ありがとうございます。え、ネックレスいいでしょう、これ親友が誕生日プレゼントにくれた、かわいい。なんか今日ここが今のくらい空いてる服着てて首元が寂しかったからネックレスつけた。そういえば親友がネックレスタンプレでくれたよなって思って、服に合うから合いそうだなって思って。ナナさんハートありがとうございます。ぬこさんステッキありがとうございます。タさんコバありがとうございます。未来さんハートありがとうございます。大吉さんハートありがとうございます。どんぐりこさんハートありがとうございます。ケイジーさんタコありがとうございます。ありがとうございます。君に手作りのチョコはあたたけにやってきました。甘くてしょっぱくてマジカルな味かもだけど、ウサギたちのキサラブはキューって詰まってるよ。食べさせてあげる、あーして。調子さん魔法のステッキありがとうございます。割とお風呂入ってる時以外はつけてる。アプローチ知ってた、チョコを食べると恋してる気分になるなって聞く？聞きたい？試しにみんなで試させ愛子してみた話。あ、最近モバイル撮ったよ、ありがとうございます。でもごめんなさい、最近メールの調子がマジで悪くてなかなか送れてない。
え、全然2日くらい持つ。買ったばっかだからかな。何時まで、うーん、今11時、何時、まあでもお風呂入りたいから11時半までとかかな。1時間くらい約髪ボサボサ、今日さ結んでたの髪2つでね、巻いてたんだけどもう取れてる、取ったからボサボサ。チュールチュルナチュール、そうパジャマはあのもう帰ってきて服ワンピース今日着てたんだけど、ワンピースシワになっちゃうからもう早く脱いどこうって思って、とりあえずパジャマに着替えたってだけです。動いてるの見るの久々、動いてるやん。今日本にいるの？何してるんですか？日本で。え、搾油体操のね TikTok は撮った、撮ったけど載せるタイミング完全に失っちゃって、インスタのストーリーに載せようかな。痩せた、いえ逆に太りました。ショールーム加工してるからね、だから痩せて見えるの。チュールチュララチュールチュラチュラチュールチュラチュールチュラチュールに何とかなるのだ、そんな感じでちょちょちょっといいと思うなんです。パンニャネムルルナナルナルナルナナ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 ナキナキナキナリワクワクはね多い方がちょちょちょっといいと思うなです。ポヘポヘほら花丸満点伊勢ので、はいポーズ。部屋片付けたいな。くもすけさんステッキありがとうございます。しょうしさんステッキありがとうございます。ソルさんハートありがとうございます。ナナさんハートありがとうございますショールームってでもお話しすることがないよね、何話せばいいかな。君のことを考えながらシャカシャカホイッパーかき回して、チョコレート生クリームにそっと僕の気持ちイン、あくびばっかしてたから鼻の下に立派なおひげ、ねえねえチョコレート本場のショコラテ僕手にやってるんじゃない、自信ないときや不安なとき。最近は、あ、村山さん花束ありがとうございます。最近は忙しいです、毎日頑張ってる。友達がサトミナがっつりハマってる、え嬉しい、もっといっぱいハマってください。ケイジーさんハートありがとうございます。キラキラキラにラブクッキング完成。キナちゃんハートありがとうございます。ハートのバッテリー。てて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 てね。ガクチャさん結婚してありがとうございます。やです、あ小指曲がってました、タワーありがとうございます。やったー嬉しい、タワータワータワー、イエイイエイ。ピロリンさん星ありがとうございます。ヨシフミさんだるまありがとうございます。だる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 ま、メルシークレット
君のハートに秘めるシークレット。アーメン。チャズケンさん結婚してありがとうございます。嫌です。コウタロウさんアイスありがとうございます。最近は何があったかな。何が。チャズケンさん結婚してありがとうございます。嫌です。でもなんか楽しいです最近。魔法票目的でビーコイン入りましたが、外見のいいじゃんってなった。え、嬉しい。やった嬉しい。ヤミー感謝感謝。コヒミフさん服ありがとうございます。マサマサさん結婚してありがとうございます。嫌です。よろしければ推しにしちゃってくれませんかなんてね。ちょっぴり待ちなの期待していいですか。チャズゲンさん結婚してありがとうございます。嫌です。いっぱい結婚してくるって投げてくるんだよチャズゲンさんいつも。マサマサさん素敵ありがとうございます。次のドラキュアみなみちゃんおらんくてすいません。11月はなかなかごめんね、公演出れなくて。ショーシーさんタコありがとうございます。だからね、飽きられないかすごく心配。なんだかさ、せっかく私をね好きになってくれたのに気がついたらいなくなってるなって人がすごいね、なんか増えた分減ってるんですよね。だから毎回プラマイゼロな気がしてて、なんかさ、せっかく好きになってもらえたのに飽きられたり興味なくなられるのがね怖い、怖いし悲しいですね。私はアイドルやっていて一番辛いのはそれですね。ショーシーさんタコありがとうございます。チョソケンさん結婚してありがとうございます。嫌です。なんかさ、こんなこと言うのもあれだけど、まあ私なりにいろいろ頑張ってはいるんですよ。みんなが見えないところでね、頑張ってる裏でさ、やっぱ他のところに行かれてしまったり気がついたら消えていたりとかっていうのを見ると、なんかもう苦しくて悲しくて、そういうことがあるたびにやめたいなって思っちゃう。だってあんまりショールームしないじゃん。それはそう。でもさ、ショールームって別にショールームが全てじゃなくないって思っちゃう。ショールーム私苦手なんですよね。ナナさんハートありがとうございます。中地さんだるまありがとうございます。難しいよねマジ。なんかね、難しいなって思うとこ、これは何年アイドルをしていてもこれだけは難しい。飽きられ、どうしたら飽きられないんだろうとか、どうしたら興味をなくさないでもらえるんだろうとか。ケイジさんタコありがとうございます。あ、え、そうなの？来週のドラだけミズミン出るの？すごい。中地さんドラマありがとうございます。悩みますよ私だって。何だと思ってるんですか私のこと。中地さんハートありがとうございます。かおるさん星ありがとうございます。中地さんハートありがとうございます。はちゃんハートありがとうございます。少子さん結婚してありがとうございます。嫌です。中地さんハートありがとうございます。日本で最後の食事、いやでも日本らしいの食べた方がいいよね。なんだろう、なんか寿司とかそういうありきたりなやつしか出てこないけど、うん、肉まん、あ、ファミチキ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 とローソンの唐揚げくんのチーズ、美味しいっす。美味しい。闇感謝感謝ですよこれ。うわ、結婚してがいっぱい画面にいる。嫌です。チャズゲンさん結婚してありがとうございます。嫌です。こんないっぱい求婚されても私は絶対に結婚しません。
カオルさん、かわいい、ありがとうございます。ネバーサマーさん、だるま、ありがとうございます。私なりにね、頑張ってるつもりなんだけどね。それこそインスタのストーリーでメンションされたやつは全部いいねしてるし、ツイッターはね、最近ちょっといいねしなくなったんだけど、インスタは全部いいねしてるんですよ。 DM も全部読んでるし、記録はつけられないけど。ショールームはね、ちょっと毎日やるっていうのは、私本当にショールームが苦手なのでダメなんだけど、なんかね、何を頑張ればいいかもわからない。結局ね、頑張ったところで去る人は去るんだなって思いました。DM ってどのくらい来る？多い、多くても、え、でもそんな来ないです。みんなあんま DM 送ってこないんだなって思った。いっぱい送ってほしい。あ、コメントはね、ちょっとね、インスタよく見方が分かんなくて見れてないんだけど、メンション系、なんかタグ付けとかは全部見ていいねしてる。ストーリーのタグ付けと投稿のタグ付けはね、いいねしてる。毎日来る人いますか？チャソケンさんは毎日来るな毎日来る人はね、さすがに覚える。あ、今日も送ってきてるなって。え、いっぱい送っていいんですか？え、待ってるよ DM。 なんか合間時間とかにサクッと見れて、みんなから元気もらえるから好き、嬉しい。花粉症さん、星ありがとうございます。毎日来る人も全然いるし、たまにの人もいるし、たまにいっぱい長文でバーってなんか愛を伝えてくれる人もいるし、毎日短いのをペンペンペンって送ってくる人もいるし、いろいろいる。でもなんかストーリーに顔の写真、自分の顔の写真とか載せると、なんかいっぱい DM 来る、かわいいってなんか嬉しい気持ちになる。やったーって、褒められたーって気持ちになる。お話し会取るか迷ってます、アピールしてください。アピール、なんだろう。みんな、じゃあみなみのお話し会気になってる人に向けて、私のお話し会のいいところをコメントしてください。みんながコメントしてくれます。私のお話し会で楽しかったこととか、いいことを。今上司さん、タコありがとうございます。チャソケンさん、結婚してありがとうございます。嫌です。さあみんな、佐藤みなみのお話し会を布教するんだ、コメントで。笑顔かわいい。みなみちゃんは好きなことを語らせると愉快です。表情が面白い。1位、みなみがかわいい。名前言ってくれる。お話し会の対応が丁寧。あ、本当に12月24初？嬉しい、待ってる。楽しいぞ。顔面が面白い。悪口だな、顔面は面白い。嬉しいや、でも。かわいい、優しい。みなみちゃん、記憶力すごくて、次にまた、あ、やったやった。TikTok のいいねも割としてる。コメントとメンション。今日のみなみで写真毎日送る。あ、助かる、それは嬉しい。画面映った途端に可愛いです。サンタコスが似合いそう。フレンドリー、話しやすい。あ、すごい、みんないっぱい言ってくれてる。素で話してる感じがする。作ってない、あ、本当にね、作ってない。私作れないんだよね、キャラを。お話し会行ったら結婚してくれる。お話し会来ても結婚はしないですねすいません、私ちょっと結婚はしたくないな。たまに声がでかいです。あ、そうなんだ、え全然自覚ないや、それは。声でかかったんや。だそうです、私のお話し会の。みんなが布教してくれてる。オリピー、髪きれい、やった。花粉症さん、だるま、ありがとうございます。少子さん、タコありがとうございます。
チョウゲンさん結婚してありがとうございます。いやです、声でかいんだ。全然自覚ないや。声でかいの？あ、そう、耳が遠いからかも。私本当にでもね、正常の人より聴力悪いんです。だからかな。花粉症さん、だるまありがとうございます。え、待って、大吉さん何これ。クマ結婚してる。クマちゃんありがとうございます。結婚してる。クマタワーやったー、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、ヤミー感謝感謝。またいっぱい食べたいな。デリシャ。佐藤って AKB に3人いるけど3姉妹。私は違います。佐藤愛理ちゃんと佐藤キアラさんは姉妹だけど、私は姉妹じゃない。ただただ名字が一緒なだけ。大吉さん結婚してありがとうございます。嫌です。この前2人揃って歌ぽりの話題で声がでかすぎて、めちゃくちゃでも楽しかった。確かにあの時めっちゃ声でかかったかも。しずかちゃん結婚してありがとうございます。嫌です。スペースでめちゃくちゃ面白いなと思ってお話し会、ちょっと来てください、待ってます。全然嬉しい。完売あんまり出てなくてね、焦ってたから来てくれると嬉しいです。待ってます。やっとこの前クリスマスのやつが一部ずつ24、25で完売出たから嬉しい。あ、やっと完売したって思って。アプローチになってる？ありがとう。通り思い人か。ナーシストルーン。夏木がツイッターに載せてたやつ。篠宮夏木。花園の人。縛られとナルシストルーン。夏木。これ2000%の、マジラブ 2000% の時の夏木。え、お気に入り、お気に入り、なんだろう、なんか割と便利。アップルウォッチでスイカ、最近はもうスイカずっとアップルウォッチ。最近というか、まあでもそうだよ、最近便利です。何歩歩いた？え、どこで見れるの？今日はこれかな、ハートマークのやつかな。あ、これ心拍数だ。これかな。あ、違う。あれ？どこで見るの？これかな、ワークアウト。あ、違う。え、どうやって見るの？何歩歩いたっていうの。アクティビティ？アクティビティってどれ？え、どれだ？ヘルスケア。ね、どんなアイコン？ヘルスケアって。どれだろう。とりあえずわかんないから私の今の心拍数教えてあげる。じゃあ。76拍。今。76拍です。これはどうなんだろう。76拍。あ、ここ違えの。アプローチじゃ何歩歩いたか見れないのかな。脈多いね。あ、本当にそうなの。安静時心拍数は63、歩行時平均113だって。リングみたいな、あ、これかな、違う。難しい、これか、違う。私のなんだこれ、睡眠
睡眠のやつもじゃあ見せてあげるよみんなに。赤が覚醒、水色がレム、青がコア、紫が深いね。これちょっとよくわかんないけど見える？睡眠、睡眠、これ私の睡眠です。いいんだか悪いんだかわかんない、多分でも普通なんじゃない。寝る時もずっとつけてる、睡眠を記録するために。だからお風呂入ってる時と髪乾かしてる時だけ充電しておいて、あとは全部つけてるな。ちなみに今残りの充電は「オートスリープ」ってやつさ、有料だったから入れなかった。あ、これかアクティビティ、あったあった。さあ始めよう。女性19歳44キロ50158、車椅子いいえ、はい続ける。どのぐらいアクティブですか、少しだけじゃない、最近は割と動いてるけど、よくわかんねえ。なこれ、え、なこれ、なんか難しい、違うなこれ、さてはちょっとわかんないっすね。なんで買おうと思ったの、え、なんか便利そうだなってずっと思ってたからあ、小指曲がってます、さんタワーありがとうございます、嬉しい、ありがたわ、嬉しい、闇感謝感謝。スターライトです、色結構充電持つ、今 46%、 スイカの残高2770円です。今少子さん、クマありがとうございますスターライト、あにゃダミアンが好き、みなみいいショタだ、ツンデレのいいショタだ、ダミアン、ダミアンはいいショタ。アクティビティ今設定した、なんか適当に設定しちゃった、なんかよくわかんない見方が。 iPhone の、あ、 iPhone のなんかやんなきゃいけないんだ、はいはい、気が向いた時にやっときます。あと何が知りたいですか、脈と睡眠と身長体重は教えたからな。え、どうなんだろう、アプローチって電話機能もあるのかな、あ、でもなんか電話マークあるからあると思う。何歩歩いたかね、これじゃちょっとね見方が分かんない。まあでもこんぐらいか、写真カメラホルダーもある、おすすめ、おすすめってとこに自分の写真が出てきた、波動の時に撮ったやつ、へえすごいな、写真も見れるんだ、お、電卓も使えるぞ、すごいすごい、ごめんなさい間違えてカメラ起動しちゃった、アプローチのさカメラアプリあったからそれを押したらカメラ、こっちの iPhone の内蔵カメラが起動しちゃった。大丈夫ですか、配信再開できてる、みんな戻ってきて、戻ってきた、まあ、よくわかんないです使い方は。でも便利だと思います、なんかパッて時計見れるし、通知なんか携帯見れない時に通知全部来るから
便利です。え、またタワー来てる、もしかして。あ、何これ、馬車、タさん、馬車ありがとうございます。え、この庄司さんのこのクマもなんだこれ、あ、ね、値段みたいなのが書かれてないから、え、すごい、ありがとうございます、嬉しい、パカラ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 、嬉しい、闇感謝感謝。中地さんハートありがとうございます。なんか私ね、11月謎にお金がないんですよ。なんでだと思いますか。おかしい、11月お金がない、びっくりしたマジで、えって思って、始まったばっかなのに金がないって思って、課金ってきてコメント、登場のしすぎだ、それはそう、クレカクレカでいろいろなんか買いすぎちゃって、請求もやばいし、ちょっとね頭抱えてます、さすがにやばい、来月控えなきゃな、いろいろ。いや、リボ払いはしてない、私ね、クレカみなみね、リボ払いできない設定にしてる。あ、でもアップルウォッチ買ったからっていうのもあるかも。映画代、グッズ代、課金、そりゃそうなんだよな、思い当たる節しかねえ。あ、クレーンゲームもですね、8000円ぐらい溶かしたからな。オタクは大変だよ本当に。みなみちゃんって結構大胆にお金使うんだな。いや、そ、あのね、ストレスがたまるとバーって使っちゃうタイプですね。あとは単純に11月はちょっといろいろ出費が多かった。いやでもさ、12回も登場してればそりゃ金なくなるか。え、まあ、大学生料金が多分1,500円だから、何回か割引聞く日とかにも見に行ってるけど、1500円かける12してみてください、誰か、まあ、1万いくらはいってるだろうね。やば、歌振りの映画にそんな使ってるんだ。まあでも、まあ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 、後半で出費あるようなこと言ってた？え、嘘。え、むしろ今月末に私何か出費ある予定？困る困る、お金が、貯金叩き割んなきゃ、さすがに。ねえ、てかちょっと質問いいですか？この配信、いやでも女子少ないか、女子少ない配信で聞いても意味ないか、これはインスタで聞くべきか。私さん、ずっと実はね、貯金してて、こう見えて、ずっとなんか意味もなく貯金はしてたんですよ。で、その貯金額が結構たまって、あの、脱毛行ける貯金たまったのね。だからさ、医療脱毛行きたいと思ったんだけど、あ、目が痛い。なんかどこがいいのか分かんなくて、いっぱい調べても医療脱毛ってマジどこがいいのか分かんない、なんか全部がさ桜に見えちゃって、どこがいいんだか分かんないから、おすすめの脱毛の屋さんを女子いたら教えてって言おうとしたんだけど、この配信女子ほとんどいないか、聞く場所間違えてた。結構メンバーにも聞いたりしてるんだけど、なんかもうどこがいいんだか分かんない、本当に。え、そう、騙されそうで怖いのと、なんか効果なかったら嫌だなって思って、僕とりあえずでもいろいろ調べて、
何がいいみたいな、なんだっけ、医療がいいっていうのと、なんか熱っていう字になんか壊すみたいな、なんか字で書くような、ちょっと友達に LINE しよう。てか多分今ショールーム見てるけど確か聞いてみよう。そう、今日自転車漕ぎながら LINE しようと思ったんだ。脱毛どこ行ったのって。友達に LINE するからやっぱいいや、みんなやっぱいいやごめんね、ありがとう。友達に聞く。でもなんか20代になる前にやっといた方がいいっていうのはよく聞くから、19歳のうちに契約して行っておきたいなって思いました。なんか早い方がいいって言うよね、ママにも言われたから。早く行きたい。私も人間なんでね、髪の毛が生えるのと同じようにね、生えますよそりゃ。人間なので、バーチャルの人間じゃないから、生きてるからちゃんと。え、本当はね、高校生の時とかに行けたらよかったんだけどね。どこがいいんだろうって先延ばして先延ばしたら19歳になっちゃったから、ちょっとさすがに焦って、さすがに行かなきゃってなり始めた。だからね、ずっと貯金して、やっとね貯金がそれなりに貯まったから、まあみんなはね私の毛穴一本一本愛してくれると思うけどね。ついでにまぶたの二重も糸で縫ってもらおう。やりたいんですよ実はそれ私二重今アイテープで作ってるんですね。もう全部話すやんっていう感じなんですけど、今のこの目二重作り物なんですよ。だからわかる、ちょっとこうするとさテープが見えるの、こっちも。あ、ほらこうテカっててさ、わかります、これ作り物の二重なんですよテープで。だからこれ取ったら奥二重、ほぼ一重に近い奥二重になっちゃうのね。それがずっと悩みで、でこのテープのせいでなんかすごい写真写りとかも悪くて、コンサートとか汗かくと汗でノリとテープが溶けちゃってダメになっちゃうんですよ二重が。だからその埋没って言って糸でね、ここ糸で縫って二重にする技があるんだけど、え、今メイク落としてあげよっか。アイメイク、アヒル口じゃないですよ。メイク落としたら、あ、でも跡ついちゃってるからな、メイク落としてあげましょう。アイメイクだけね、まあ、風呂入るしどうせ。え、じゃ、それがね本当に悩みで最近、二重が嫌なんだよね。あ、ちなみに使っているアイメイク落としはこれがいいですよ。ビフェスタのポイントメイク用、これはね AKB の劇場にもあります。二重の印象しかない作り物なんです。今これじゃないですか。だから私がウインクしてる写真を載っけないのはテープが見えちゃうからっていう理由です。とか目つぶってる写真とか、こうやってウインクしてる自撮りとか、まあ、ウインクが下手っていうのもあるんだけど、加工はちょっと外せないですね。すいません、
あのウィンクの写真とか目つぶってる写真とか載せない理由は二重のテープのせいです。テープ取れた。ちょっと汚くてごめんね。これです見せ方よ。ただちょっと跡がさ、もう今日ずっとつけてたから、それ多分跡ついちゃってんだよな。まあ、でもずっと二重はテープって言ってたからな、隠してたつもりでもないんだけど。そのテープってセロハンテープなの？セロハンテープだったらやばいでしょ。ちゃんと二重用のテープですよ。この二重をね作るからさ、時間もかかるんですメイクの。だからやだ、あんま変わって見えないけど、落としたてはね跡がついてるから、癖、線の癖がついてるからあんまわかんないんだけど。あ、でもちょっとわかる？幅が狭くなったの。いや、わかんないか。波動の選ぶとき、お目つぶってるのどうしようか悩む。え、悩んでくれてありがとう、マジで。あのね、テープ見えてるなーってやつはね、あんま載せないでくれると嬉しいんだけど。でも全然、あ、見えちゃっててもしょうがないものなので。いや全然癖つかない。なんか取り立てはついてるんだけど、一日お風呂入ってとかってしたら戻ってる。あ、わかる？僕は全切開二重、やっぱね全切開した方がいいって言うよね。いや本当にね、テープやり続けて二重になる予定なんです。私テープつけてたもん、何年もテープつけてるんだけど、あとつかない。あ、ほらちょっとわかる？わかりますか？こっちが今つけてる方で、こっちがついてない方。加工取った方がわかる？取るか、一旦加工。これさ、一気に全部がリセットされるのはちょっとやだな。ごめん、ちょっと加工をさ取ったらまた付け直すのがめんどくさいから、加工は取らないんだけど。わかりますか？こっちの方がなんか奥二重だというか、若干。いやでもね、これ目つきがだから若干悪いっていうのと、メイクがあんまり可愛くならないんです。メイクしてもあとついてるからまだね若干綺麗だけど、元の二重はこれですね。元の二重はもっと狭い、これよりもっと狭いです。今まだあとついてるから。二重になんないんだよな。でもここのねまぶたの脂肪が結構ある方だから、ここわかる？横から見たら分かりやすい。私あと奥目だからさ、ここに乗っかってる脂肪が結構人より多い方だから、なかなか跡がつかないんです。チャソケンさん結婚してありがとうございます。嫌です。あ、結構分かりやすくなってきた気が。でも全然インスタで言ってるからな。二重はテープですとか、おすすめのコスメなんですかって聞かれたら100均のアイテープ出してるし。テープ私でもマジずっとさテープ歴長いけど全然うまくなんないし、全然馴染むバレない二重が作れない。テープ取った方が目大きい。そんなことないよ。
黒目は確かにでも大きく見えるのかな。マジだから元で可愛い子がね、羨ましい。いや、公演はワンチャン今月もしかしたら出るかもしれないから、舞台が終わるまで出ないってことはね、ないと思うな。まだ何とも言えない、これに関してはワンチャン53% くらいの確率で今月ワンチャン出るかも。えじゃん。両目とも取りました、メイク。どう？ちょっとやっぱ腫れぼったい印象になるでしょ。でも二重取ると昔の自分、なんていうの、まだそのアイテープに出会う前のパジャドラ、いやでもパジャドラの途中ぐらいからだからな、アイテープつけ始めたの。パジャドラ初日あたりぐらいの顔だからね、テープ取ったら全然顔変わんないんですよ。加工取った、加工ついてるから可愛く見えるんですよ皆さん。ちょっとじゃあ全部一旦取ってみるか。明るさだけはちょっと残させて、部屋がちょっと暗いから、なんていうの、野生顔、小顔、目を大きく、クマ取り、あうわきつ、うわうわきつ、ほぼ無加工、今明るさだけです、無加工。加工しないと分かりやすくない？めっちゃブス、なんかすごいブスに見える。太ったんだよね、だから本当に。ウインク、こうしてる自分の顔が鏡では見えてるんだけどな。あ、ほら分かりやすい、二重が蹴っちゃった机、ほら全然違うでしょさっきと。クマのせいもねあるね、クマもちょっとあんまね良くないから、ね、戻しますね。めっちゃ加工してることがバレるんだが、もう加工をつけました。クマひどいんだよ、前髪の影もあると思うけど、本当に私クマがひどくて、クマがマジでダメなんだよね、一生取れない。何のクマなんだろう、でも本当ちっちゃい時からクマが強いっすね。ちっちゃい時っていうか小学とか、今は加工入ってるよ。やっぱほら目つきが悪く見える、本当に嫌。こっちの方が可愛くない？だってやっぱだからまぶたに入るシワ一本でさ、こんなにも変わるんだなって思うよね。
休みの日くらいはすっぴんでいてもいいと思うよ。今日はお休みじゃなかった。今日はお外出てお仕事してきました。メイクは奥深い。いや、目は大きくないっすよ。今加工してるから大きく見えるだけ。髪の毛が抜けてる。欲しい人。長い私の髪の毛。あ、しかもなんか頭皮、頭皮みたいな、なんか何これ、頭皮の汚れなんかついてる。私の抜けた髪の毛があります、ここに。頭皮の汚れみたいなやつがついてます。ほんまに欲しい人おるんかい。捨てますわ。オークション開始。じゃあちょっとオークション開始してみるか。佐藤みなみの髪の毛1本、じゃあ500円からスタート。やっぱ100円からスタート。100円からスタートで最終的にいくらになるかな、私の髪の毛1本は。みんなちょっとじゃあ現実的に出せる値段を書いていって、コメントに。100円、101円、1番、300、5000、5円、300円、わかんない、難しい、650円、タワー1本、100万。あって、じゃ本当に小判は投げなくていいんだな。ありがとうございます、くもすけさん。373円、2万、60万、6280。送料による、送料は私負担で。ほんまにオークション始めるんじゃないよ、こんな髪の毛たかが1本でさ。実際いらん、それはそうなんだよな。本当に欲しい人いたら困っちゃうんだよな、普通に。こんな髪の毛1本で稼げるんだったらもう仕事しないわ。え、本当にマジで私のこの髪の毛1本で1万とか稼げるんですか。だったらもう私仕事辞めますよ、もうニートになるぞ、自分の髪の毛で稼げるんだったら。働かないぞ、もういいのか。その場で引っこ抜いて手渡しだったら3万。やめてください。アイテープも売れば。え、マジ使った後のアイテープペッて取って、はい、これ売りますっつって、どんな商売よ。誰もいらんやろ。お腹すいた。いや、髪の毛って確かにマジ困る困る。髪の毛にサインお願いします。難しいんだよな、髪の毛にサインどう書けばいいのかわからんな。髪の毛引っこ抜いて残りの本体の南の方ください。すいません、それはちょっとダメですね。それはちょっとさすがにお渡しできないですね。髪の毛じゃなくてみなみちゃんで、ね、嫌です、みなみちゃんは売りません。千歩譲って髪の毛ならまだしも、私は売られないですよ。チョソケンさん結婚してありがとうございます。嫌です。マジテープ取ると本当に奥目が加速して見えるから嫌だ。どんぐりっこさん、ハートありがとうございます。しょうじさん結婚してありがとうございます。
あ、もう11時37分だ。そろそろ終わりにしよう。お風呂入る。明日もあるからね。早く寝たいから今日は。でもまあまあ楽しいんだよな、ショールームって。やっぱ久しぶりにやると、あの、いい意味で頭のおかしいファンの人がいっぱいいるおかげで楽しいんですよみんな面白いから、コメント見てるだけで楽しい。お風呂はこれからですよ。そう、南のファンの人って面白い人多いよ本当に。庄司さん、クマありがとうございます。ライライオーライ、トベトベフライトハイ、ピンクフレフレオレ色ピース、アイアイアイラブを愛に4000あ、そういえばなんかさっきさ、最初の方ちょっと産毛が生えてるからあんまちょっとちゃんと見ないでほしいんだけど、ほくろここです。腕のほくろ、なんか腕のほくろがどこにあるのか教えてください、気になりますってコメントがあった気がしたので。 TikTok でさ、腕のほくろ見つけた人は天才ですみたいな投稿したさえで、ここです、左手の内側、ここ見える、ここ、これです。あんまでも毛生えてないな。あとは手だったらね、ここ右手のここにもあるし、手の甲にも2個ある。あとはどこにあるかな、あ、親指、左手の親指にの中にもある。手のひらの多分これかな、左手の。あとはどこにあるかな、どこにあるかな。でも実は見せないけど、お腹のへそがここ、待って、へそどこだ、へそがここだとしたら、お腹のこの辺に2個てんてんってある、ほくろが。それはみんなは一生見ることはないですね。あとは肩にもあるかな、肩あたりにも確かあった気がするのと、足にほくろはねないかな。顔はそばかすだらけだけど、まあ皆さんが期待していらっしゃる水着撮影を私がやる日には見えるんじゃないですか。一生やらんけどな。ほくろ描いたことある？いつもねこの辺のやつ描いてる。衣装でも隠れる位置ですね。水着はやらないっす多分。だからみんなはへそ横のほくろは見えないっす。衣装だってさ、おへそ絶対隠れてない？衣装って大体。へそ出る衣装ってある？あんまなくない？あ、確かに納豆エンジェルだったら見えるかもね。へそ出しの衣装だったら見えると思うけど、
へそ見える衣装私なかなか当て込まれないからな。でもおへそ出したくないな。なんか自分のおへそあんま好きじゃないんだよね。もしへそ出しさの衣装があれば見えます。多分もうお腹のお肉どんな感じ？相変わらずデブ。拳の正義は全然隠れてますね。あれだって見えてるの。お腹？へそ上？だもん。ちょうど一番太ってるところ。でもなんかほくろっていいよね。なんか私さ BL の漫画読んでてほくろがある子っていいなって思いました。すごく顔とかなんか目元付近にほくろがあるの、それこそうちの花園桃人くんとか、ここ目にねハート型のほくろがあるんですけどいいんですよとか、あと最近読んだ BL の漫画でほくろがあった子はかりそめビッチみなみくんっていうタイトルの漫画に受けのみなみくんのところにね口元にほくろがあるんですよね。よいいマジ、あひじりかまさともいいっすね。はあいい、え断層してみたい、めちゃくちゃしてみたい。あとアンスタの綾瀬まよいくんのほくろの位置も大変エッチですね。私でもね気づいちゃったんですよ。私黒髪の美人顔のメガネ男子でどこかにほくろがあるとなおよしっていう人が好き。私好きな男の子の顔どんな系統が好きなのか分かった。黒髪のサラストでサラサラストレートの黒髪メガネ美人系中性的なお顔ほくろがあるとなおよし、受け顔が好きですね。受けの顔がいい、もうそういう顔が好きと思った。いやでもかといってそういう子も好きだけど、逆に対照的なハイトーンの結構まあチャラめなお顔立ちというか、ハイトーンもまたハイトーンで好きだなって思って、どっちも好き、ちょっとどっちも好きなんだよね。いや、あ、四季凪明の顔好き。四季凪明、しきなぎあきらの顔いい、あの大変いい、かわいい。でも私ねボルタクションだっけはね、フーラカナトくんが好きですね。みなみさだからさ、もう自分がね理想の受けの男の子になって理想の男子に自分がなりたいんですよ。どうしたらなれる？だから男装してみたい。割と二パターンあって、私の理想の男の子っていうのは、まあ一つは先ほど言いました通り黒髪サラサラストレートのメガネをかけてる真面目っぽい感じのね、まあ学級委員長とかやってるような真面目っぽい男の子。もう一パターンは結構チャラめな、女殴ってるだろうみたいな感じのチャラめな男の子。マジ対照的なんだよね。でも2つに共通してるのはお顔立ちが可愛いってこと。
美人系可愛い系の顔が好きなので、だから下まつげバサバサだったりとかね、お目目がキラキラしてたりとか、理想の男の子になって理想の男の子と付き合うの、いやそういうわけじゃない、もうただただ私が理想の男の子になって自己満足するだけ。やばい、もう12時になってしまう、どうしようね、ちょっと待って、全然あと3時間は語ってられる、どうしようどうしよう。なんていうの、あのあんま具体例出しちゃうとあれかなって思ったから、女の打ってそうっていうタイトル、なんていうの、表現をしたんだけど、なんていうの、なんか女殴ってそうな男の人って共通してるじゃないですか、なんか服装とか見た目とか、ピアスバッチバチのハイトーンで、なんか派手めなカラコンしててメイク濃くてみたい なんかそこまでの域に行くとあんま好きじゃないんだけど、なんかキャラクターに例えた方がいいな、アンスタの天城リンネとか、なんかちょっと紐っぽい感じというか、天城リンネとか分かりやすいな、天城リンネとか、でも天城リンネっぽい性格の男の子だけど見た目は違う。花園もう人を殴ってる、いやもう人は殴んないよ、もう人は殴られて喜ぶでしょ逆に、どんな偏見って感じだけど、でもホストっぽいのもなんか違う、私ホストはちょっと怖くて苦手です。そう、リンネはね赤髪だから、赤髪ではないんです、ハイトーン。でも私さ、篠宮さつきさんに殴られたい、どうしよう、篠宮さつきさんになら殴られたいです。あとは琥珀ちゃんに殺されたいですね、うち殺すぞみたいなこと言うんですよ琥珀ちゃん、あもう全然殺してもらっていいですみたいな感じで。ロン毛はなしかな、襟足あるのは好きだけどね、あまりにも長いとちょっと、あでもロン毛で許せるのは二次三次のかなえくんとかかな、なんかああいう可愛い綺麗な男の子のロン毛はいいなと思います。え絶対さつきは女殴ってるよな、マジで本当に、さあの篠宮なつきくんってメガネ取ると人格変わって篠宮さつきくんっていう男の子になるんですよ。さつきくんがね、なつきと全然なんか対照的で結構オラオラした感じなんだけど、いやマジさつきに殴られたい本当に。あナルシストルームロン毛、ナルシストルーム好き、なんかさつきに殴られた後になつきに優しくされたいよね、最高。でもあのクルスショーっていう壁は越えられないので、クルスショーっていう壁と七海春香っていう壁は越えられないので、いやでもなんか死ぬ時はさ、なんか幸せに死にたいよね、そうやって。幸せに死にたいです。シノノンに毒入りのお菓子を食べさせられたりとか、サツキに殴り殺されたりとか、琥珀ちゃんにぶち殺されたりとか、なんかそういう幸せな死に方をしたいなって思いました。ということで、何の話をしてるんでしょうね、私は一体ちょっとわからないんですけど、あのまあオタクってこんなもんじゃない、みんなそんなことないか。いやマジ篠宮さつきに殴られたい。桃人くんは飼い殺しって感じがして、え桃人はなんだろう、もう人は私をダメにしてくるよねきっと。
で何もできなく、なんかもう人なしでは何もできなくなった私を見て喜んでそう。多分歪んでるんですよね、だいぶ私歪みまくってると思う。本当に深夜だからお話できることだよね。でも公園見に行った帰りに行き届いたいですね。だからそういうことですよ、そういうこと。私もそれは常日頃から思ってる。現場行った後に、あ、このまま死にたいって、この気持ちのまま死にたいって、辛い思いして死ぬんだったらもうこの幸せのまま死にたいって思う。そういうこと、そういうことです、そういうことなんですよ。まあ歪むよな。でもなんか今日もさ、自転車で帰ってきたんだけど、今日自転車漕ぎながらさ、あー幸せなまま死にたいな、どんな死に方がいいかな、サツキに殴られて死にたい、それもいい、シノノンの毒入りお菓子を食べて死ぬ、それもいいってなって、お風呂入ってる時と自転車夜漕いでる時ってなんかそういうこと考えちゃうよね。自転車乗りますよ、自転車乗ってる時とお風呂入ってる時は大体そういうこと考えてる、変なこと考えてますね。でも桃人くんは多分ピーちゃんが死ぬなら僕も死ぬって言うと思う。だから桃人くんは一緒に私と死にます。マジ推しに殺されるのならもうそれって本望だよね。マジでそう思う。死ぬ時は絶対に推しに殺されたい。ただ推しが全員画面から出てこない、悔しいですね。さすがにランキング読むがちょっと楽しくなってしまった。すごく読みます。13位カオルさん、12位中地さん、11位まさまささん、10位どんぐりっこさん、9位まのびーさん、8位ケイジーさん、7位ぬこさん、6位しょうしさん、5位くますけさん、4位ちゃそけんさん、おめでとうございます、ありがとうございます。そして3位たさん、おめでとうございます、ありがとうございます。2位大吉さん、おめでとうございます、ありがとうございます。そして1位は小指曲がってますさんです、おめでとうございます、ありがとうございます。ということであと勝手に5分くらいだね、あと切れるの待とうかなと思います。お風呂入ります、これ終わったら。お風呂入ってない人は入ってください。ありがとうございました。ちょっとなんか最後頭おかしい話をしてしまいましたが、いや、インライもスペースも行かないですね。もうこれで終わります。まあ、今日の話は、みんなとの楽しいお話の中で済ませておきましょう。いや、楽しんでもらえてよかったです。よかったらお話し会今再販してるので、興味ある方はぜひ来てください。お話ししましょう。どんな推しにどんな殺され方をしたいかとか、どんな BL がいいかとか、そんなお話でも大歓迎でございます。髪の毛は結局非売品ですね。アプローチの話が懐かしい、使いこなせるように頑張ります。お話し会ぜひお待ちしております。普通に全然普段私のどういうところが好きとかっていう話題でも全然いいので、本当にとか吐き出せない思いがあったら私に吐き出してください。お話し会でぜひお待ちしております。
ヤソケンさん結婚してありがとうございます。嫌です。待ってるよ。トン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 。いや楽しかったな割と今日。ちょっとでもマジ断層はね本当にしてみたいので練習するか。断層のただ髪の毛のこの量が多いからウィッグに入れた時に頭がでかくなっちゃいそうですね。髪切ってからかなやるとしたら。分かんないけど断層はいつかやりたいなって思ってます。コスプレしたいんだよね。シノノンのコスプレやりたい私。もうちょっとダイエットして痩せたらなんかのキャラのコスプレとかもしようかな。まあでも篠はじめくんのコスプレはもしかしたらするかもしれない。アンスタのシノノンとあとは通りのコスプレもしたいな。まあでもシノノンのコスやりたいのでいつかやります。断層もいつかやりたいのでやります。私断層してディズニー行きたいんだよね。男子高校生のコスプレをしてディズニーに行くっていう夢があるのでその夢を叶えたいですね。ぜひとも男子高校生のコスプレもしたいです。いつか DK いいね。男子高校生っていいよね。いや3次元の男子高校生は全く興味ないんだけど2次元の男子高校生っていいよね。なんか小学生まで行っちゃうとちょっとあーってなるんだけど2次元の男子高校生と2次元の男子中学生はいいですね。最高です。ショタコおばさんなので大好き大好物。小学生はちょっとダメだけど2次元のねあくまでも2次元3次元は一切興味ないです。さあもうすぐ終わるのでは。ありがとうございました。さよなら皆さん楽しかった。バイバーイ。お風呂入ろうね。おやすみなさい。え、まだ終わらない？バイバーイ。終わらん。あ、もしかしてこれ毛利さん仕様になっていたりとかする？自分で切るか。バイバーイ。